平成20年5月18日に第15回チャレンジアソサイクリング大会が行われました。この大会は阿蘇の自然の雄大さや素晴らしさをのんびりサイクリングしながら感じてもらいたいという趣旨で開催されており、自転車に乗れる人であれば誰でも参加ができます。コースは3つに分かれ、チャレンジコースの 100km、 今年から新たにできたミドルコースは 60km、 家族で参加型のファミリーコースの 30km です。今回は全コース合わせて443名集まり、半数以上の人が県外からの参加者です。スタートとゴールは日本三大楼門の阿蘇神社です。ファミリーコースは阿蘇谷内を回ります。今大会最年少の参加者はなんと7歳の男の子です。自分の体よりも大きいマウンテンバイクで一生懸命走っていました。頑張ってください。大会は順位を競うものではないので、自分のペースで阿蘇をサイクリングしました。チャレンジとミドルコースは二重の峠からミルクロードへ登り、大観峰でチェックポイント、そして国蔵神社へと下ります。北外輪山から眺める阿蘇五角は絶景です。ゴール地点の阿蘇神社にはスタッフの方々が昼食の準備、到着した人から疲れた体に美味しいカレーと豚汁、阿蘇を肌で感じることができるサイクリング大会でした。